ローマ街道、ローマ街道、ローマ街道とは古代ローマ時代に主要都市を結ぶように作られた道路のことである。紀元117年頃には主要幹線道路は約8万6千キロメートル、すべての道路の総延長は29万キロメートル、資料により15万キロメートルとする説もにも達した。ローマ街道の歴史は紀元前312年に ローマのケンソルであったアッピウス・クラウディウス・カイクスの要請により付設されたアッピア街道、ビア・アッピアに始まる。それまでもサラリア街道、ビア・セレリア、潮の道の井などの街道は存在したが、軍隊の迅速な移動を目的とした舗装されたローマ街道はアッピア街道が最初である。以後、付設されたローマ街道には、その街道を付設したケンソルや属州総督などの 名前が完成られることとなる。初期のローマ街道は、ローマからイタリア半島の主要都市を結ぶだけであった。しかし戦争を重ね、領土が広がるにつれ、ローマ以外の都市から都市へ結ばれるようになる。最終的には、イタリア半島のみならず、ガリアやブリタンニア、イベリア半島、アフリカ、ギリシャなどローマの属州にも付設され、地中海全域に、 網の目のように布設されることとなった。また、軍事目的で布設されてはいるが、軍事に関係のない帝国管理や巡礼者などの一般市民でも利用することができたため、物流などの経済面でも大きな影響があった。アウグストステーが帝国全土に整備した郵便制度、クルススプブリクスの旧市が馬を交換し、休憩するための交換書、ムーターティオ、ムタチオ、または、 ミューテシャネスが10ローママイ程度ごとに、4から5カ所程度のムーターティオーニ箇1カ所は、大きな規模の宿駅、マンシオ、マンシオ、またはマンチオネスと呼ばれる施設が整備された。これらの国営施設は、帝国管理や特別な証明書、ディプロマを持った者のみが利用を許されており、それ以外の一般人は、民間の宿屋や軽食堂を利用した。年に新生ローマの、 帝国郵便が両方郵便を禁じてから学生を含む法学会とジャーナリズムを巻き込んで数世紀にわたり帝国がクルススプブリクスを継承するのかという問題が論じれた。街道を移動する速度は徒歩で旅する者は1日に 20km から 30km を馬車では 35km から 40km であった。 政府の休止は馬を休ませる時間を含めても1日に7 0トル、進んだという。これはローマからアッピア街道の終点ブリンディジまで7日、さらに遠くのコンスタンティノポリスまで25日、アンティオキアまで40日、アレクサンドリアまで55日で到達したという。標準的なローマ街道の道幅は4ルで、2台の馬車が行き違える車道幅であった。 その両脇には幅3メートルの歩道が作られていた。車道部分は最大で深さ2メートル程度まで掘り下げられ3層構造の路盤となってた。下層路盤が大きな石で、中層路盤が中くらいの大きさの石、上層路盤が粘土と砂利を混ぜたそうであった。路面となる表層石は大きな石を亀甲系等に組み合わせたもので、薄くて平らな敷石ではなく重量のある。 分厚い石を敷くことで道路の安定性を高めていた。道路は中央部が少し膨らむよう勾配が付けられて舗装されていて、三層構造の石で作られた路盤で排水するとともに、この勾配により路肩にもスムースに排水するように設計されていた。このような道路の構造はすべての街道の全区間で実現されていたわけではなく、幹線道路以外の視線では市街地を出れば、 砂利道となっていることもあった。共和制ローマの政治家であったキケロは、焼けつくようで誇りっぽい、アッティクスアテッシ集 v、V-14-1 よりと記している。ローマ街道は、渓谷や山、岩場などがあってもそれらを迂回するのではなく、佳境やトンネル、切り通しを設けることでできる限り直線となるよう、建設された。グランサン、ベルナール峠など、 標高2500メートル近くある峠に道路を通す技術や立橋やアーチ橋などを利用して道路の傾斜を8から9度以内の勾配に保つことで比較的短時間で谷や峠を通行できるようにする技術も保有していた。降雪地帯や水害の危険があるところでは道路は周囲の地面より少し高めに傘上げして作られた。例えばベネト州では 道路が地面から4メートルから7メートルも高い土手の上となるよう作られていた。また、道路は谷底を避けるとともに、丘陵地帯では中腹を通るようルートが工夫されていた。街道には一ローママいるごとに、円筒形の石柱、マイルストーンが設置され、道路の起点からの距離や、道路を建設、補修した、執政官の名前などが刻まれていた。 ローマを発する街道は、フォルムロマヌムの黄門の折り定表、ミリアリウムアウレウムが、象徴的なゼロマイル地点となっていた。イタリア国内にある、ローマ街道は現在では自動車道に整備され、湿性艦街道などと呼ばれる。高速道路が張り巡らされた現在でも、渋滞時の抜け道として利用されている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。